秋吉寺合戦、明前寺合戦は、1567年、A60 年に、備前国上東軍、沢田村、現、岡山県岡山市中区沢田付近で戦われた、戦い、明前寺とも記される。備中国を掌握し、さらに、備前国制派をも目論んでいた三村氏と、当時浦上氏悲観の中で頭角を表した、宇喜き直家との間で戦われた合戦である。 三村勢が総崩れとなったことから、秋吉寺崩れとも呼ばれる。1559年、a 六二年、うっきたなは、主君、浦上宗影の命により、沼城城主である中山信政を中殺する。以後、沼城を預かるようになる。その頃、三村家地下は、同盟相手であった、毛利元成と共に、対山古戦に参加していた。 天子の勢力を、毛利氏と共に減退させガスさんと打城を残すのみとなってきた頃から、毛利元成に糸間を用し、備前国金川、現、岡山市北区水戸金川を攻略して、備前攻略の足がかりを築こうと画策していた。元成の許しを得た、三村栄一かは、備前国に進攻し、岡山城を呼び、長山城を攻め、金光隆高と、鈴木豊前守を降伏させ、 領上を支配下に置いた。1565年、永六8年、三村氏は三政家国に侵攻し、直家の娘婿である後藤勝元の俊吾するサム寸城を攻めたが、直家の火星もあって、城は落とせず撤兵する。1566年、永六9年2月、家地下は再び三政家国に侵攻するが、浮きた直家の命を受けた遠藤又次郎。 木三郎の手により、鉄砲で狙撃され絶命する。このことにより、三村軍は、備中国への撤退を余儀なくされる。当主を暗殺された三村家は、元親が家督を継いだ。1566年、A69 年、直家は、備前国での支配領域拡大を図るために、備前国上等軍、沢田村、現、岡山市中区沢田にある秋吉寺山に城を築き、 軍勢を中屯させた。1567年、A60 年7月、三村氏が秋吉次情へ対して野襲をかける。不意打ちされた、浮北軍は50から60人の守備兵を撃たれ、城から撤退する。これにより秋吉次情は、三村氏の手に落ちた。元親は、寝屋義次郎と薬師寺屋次郎に、守兵150人を預けて、東城を守備させた。 秋吉次長落城の法を受け、直江は冒険を、巡らせ、先の合戦で、三村氏に降伏した岡山城主、金光隆高と、中島城主、中島元行と長山城主、鈴木豊前守を願いらせることに成功した。これにより秋吉次長の三村軍は敵中に孤立する、こととなる。直江は降伏勧告の使者を、秋吉次長に送り無血会場を呼びかけるが、寝、ね、や、 薬師寺らは、各城主の寝返りを信じず、幸福勧告を拒否、備中本国に救援要請の使者を送る。白型の動きを察した直家は、秋吉事情を早期攻略して、救援に来る、三村軍本隊を、寺領内に引き込み、殲滅する作戦を立案する。まず、金光隆高に、三村軍が、小詰めに来るよう誘い出させる、よう指示出す。今校は、 この指示を受け、石川久都氏に使者を出し、秋吉事情と連携して、浮田軍を攻撃する作戦を提案した。三村元近は、秋吉事情からの報告も同様の内容であったため、出陣する決意をする。三村元近率いる軍勢は、石川久都氏、植木秀長、小元優良の軍勢を加え、一万四人を集結させて、微戦国に進行する。対する、 うっきたなは、本拠の沼城を出発し、五千余人の軍勢を五段が前に配置し、先方隊を秋吉寺城に進行させた。三村勢は津良川表、現、岡山市北区新川で、備前州の諸軍をも集結させて、軍議を行い、先陣を、小元、U、優の七千余人とし、金光隆高を案内人として南へ進行し、岡山城の南を大きく迂回して、 朝日川を溶かし、名前寺城へ進出。中軍には、石川久都市の五千余人都市、原尾島村、現、岡山市中区原尾島に進出し、秋吉事情を攻める北勢の背後を襲う。総大将の元親は、中島大井を案内人として八千余人を率い、釣りの私、現、岡山市北区美野から朝日川を溶かし、四五神村、現、岡山市中区四五神を経由して、 沼城を吸収する。三村製の動きを聞いた直家は、直ちに城を攻め落とすようゲージを発し、秋吉寺城に大攻勢をかけ、柴叩く間に落城させてしまった。秋吉寺城の兵と攻撃するつもりでいった三村勢だが、直家の速攻により、作戦が頓挫してしまう。そればかりか、三沢山、三沢山付近まで進軍していた、先方隊の正午とに、 三沢山の山頂に布陣していた浮田勢の先方隊の赤石雪を戸川秀康、小佐船育ちか、浮田田大聖らの諸隊が、日縄銃による攻撃を加えたため、将軍は大混乱に陥り立ちまち退却を始めた。混乱の最中、将本優は五十人ほどの旗本を指揮して踏みとどまり、内地に覚悟で、信原とさ守の軍勢に攻めかかった。一時、 延べげんは、浮き足立ったが、浮きたた衛いが、将の軍勢を、側面から攻撃した。将ょもとゆうは、浮きたの旗印を見て、再度突撃を観光するが劣勢となってやむなく、退却、その途中に浮きた方の乗せより基地に打ち取られたとされる。しかし、将ょもとゆうがこの戦いの後は、毛利支配下となって九州などで活躍したという、文献も残っているため、 浮きた方の巨峰内し五宝であったと考えられる。中軍を指揮していた石川久都氏は、秋吉次長楽城と先方隊の敗走を知り、当初の作戦を変更せざるを得なくなり、老侍、中島家が守るおび軍議を始めた。中島家は朝日川西岸に布陣し、川を溶かしてくる北勢を迎え撃つ作戦を武進。石川久都氏もその案に賛成したが、他の老人たちは従わず、 個々に勝手な軍議を開いていた。石川久都氏が作戦決定に手間取っている間に、浮北本隊の川本氏、津島氏、花房職衆らの隊が三方面に分かれて攻め寄せた。口はやむなく原尾島、村中道にて備えを固め防戦することにした。浮北勢本隊は、石川勢戦時に鉄砲を打ちかけつつ突撃し、川本、花房両隊は、 石川勢の左右に兵を展開し、この合いを見計らって、石川勢を両側面から攻撃した。石川勢は三方向から攻撃を受け混乱し、軍勢を立直す間もなく、中島城に向かって敗走を始めた。この時、中島家が守るを、はじめ数多くの将兵が討ち取られた。浮田勢は、八幡田村、元、 岡山市中区八幡付近まで追撃したが、石川勢はこの地で軍勢を立て直し反撃を試みた。勝ちに乗じて攻め立てていた浮田勢は、停滞損害を被り、逆に敗走を始めた。先の戦闘で甚大な損害を被っていたため、口は追撃を断念し撤退した。三村元下は四五上村付近を通過中。 秋吉事情から、火の手が上がるのを見て早くも落城したかと落胆した。そこへ、先方中軍共に敗走したとの方が入り、全軍が騒然となる。三村制の大半は、旧来の戦国大名同様に元親の呼びかけで、集まった各地の豪族集団に過ぎなかったため、敗戦が濃厚となったと見ると後人から撤退を、始め出した。しかし、この辺りは至るところに、 小川があるため、足場が悪く、川に落ちる陣馬が多数出て、大混乱となった。この混乱の最中にも統制を保っていた、三村や、旗本衆は、先の当主のあだ、うっきか直家と一戦すべく、軍勢を南へ向けた。この動きを知った直家も、一旦退き休息させていた将兵を、困る山から下ろし、赤石影地か、おかけりを前衛として布陣した。 元親は、浮田の旗印を見るやとぶらい合戦と息巻いて、攻めかかった。小勢の証、丘両隊は芝叩く間に切り崩されたが、後陣に控えていた戸川、長船、浮田、信原の諸軍が三尊正に両側面から攻撃を、加えた。復讐に燃える三尊正も、三方向から攻撃を受けては持ちこたえられず、混乱状態に陥りそう崩れとなった。 内死にを覚悟した、三村元近は、浮田勢に対し最後の突撃を敢行しようとするが、諸将にいめられ撤退した。三村勢よりも兵力が少なかった浮田氏は追撃は、しなかった。この合戦は、浮田直江が、その生涯で唯一成功法で敵に当たり、最も華々しい大勝利を収めた戦いであると、評され、その戦術。 戦略の妙を近隣諸国に知らしめた戦いであった。この合戦で、浮田氏は最大の対抗勢力であった三村氏を備前国際域から撃退し、鉄砲火事場として有数の福岡、現、岡山県瀬戸内市長船町福岡の地を握ったことにより、浦上屋中におけるさらなる発言力と独立性を確保した。この後、浮田氏は浦上氏の悲観の身でありながら、 戦国大名としての地位を備前に確立していくこととなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。